皆さんこんにちは、ワナルゲルビーチです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期地球連邦軍編、ヤザン軍団長を目指すというコンセプトでプレイの方をしていきたいと思います。ヤザンはゲーム開始当初はですね、注意の階級にあるんですけども、これを軍団長になれる少佐の階級まで2階級昇進させていこうというコンセプトになります。では早速地球連邦編のオープニングから見ていただきたいと思います。宇宙世紀0079、4月1日、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となっていた。ジオン軍の地球降下作戦の勢いは凄まじく、モビルスーツを持たない連邦にジオンの侵攻を防ぐ手立てはなかった。将軍、どうなっておるのだ。地の利があるはずの地上でもジオン軍に押されているではないか。ルームで惨敗した君を連邦軍の総司令官にまで抜擢したのだ。それなりの成果を上げてほしいものだな。前にもお話しした通り、我が軍の劣勢はジオンのモビルスーツによるもの。それを持たぬ我々にジオンに勝利することなど。泣き言はもういい。我々に必要なのは結果だ。有効な手段だよ。一つだけ策があります。我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツの開発計画です。ジオンのモビルスーツに対抗するための唯一の手段、 V 作戦、連邦軍必勝の作戦である。レヴィル将軍は反対する勢力を押し切り、 V 作戦を強行する。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。ジオン軍は急激な戦線の拡大によって開戦当初の勢いを失いつつあります。しかし依然として我が軍は劣勢を覆すことができず、厳しい状況が続いています。うん、だが今我々にできるのは耐えることだけだ。 V 作戦が完成するまでな。開発部の霊体から通信です。回線を回します。レービル将軍、 V 作戦による新兵器の開発は順調です。すでにモビルスーツのコアユニット、コアファイターおよびモビルスーツの保管となるペガサス級強襲揚陸艦の設計が終了しています。承認さえいただければすぐにでも開発を開始することができます。はい、ではここからプレイの方を始めていきましょう。まず最初に V 作戦が来ていますので、コアブロックの開発、まあ、これはいわゆるコアファイターですね。あとはモビルスーツ運用母艦の開発、まあ、いわゆるペガサス級強襲揚陸艦と呼ばれるもの、これの開発を最初に行っていきたいと思います。開発部より開発提案報告が届いています。ご覧になりますか。ジオン軍編ではですね、内政がボロボロになってしまって完全勝利目前で和平になってしまいましたので、今回は同じね、間違い過ちを繰り返さないようにしっかり内政にも気を配っていきたいと思います。特に占領地が増えた時ですね、しっかり占領地対策を行ってですね、内政を充実させていきたいと思います。ではまず最初に忘れないうちにですね、ペガサス級モビルスーツ運用母艦の開発、これをコスト5を使って投入していきます。まだ予算計画がデフォルトの状態なので、これもね、見直していきましょう。そして肝心のヤザンですね。ヤザンはですね、今ジャブローにいますので、ジャブローから最前線へとね、この後移動をしてもらいたいと思います。ヤザンはここにいます。圧倒的なね、ヒールとしてゼーターガンダムでは、そしてダブルゼーターガンダムではなぜかギャグキャラとして登場しているヤザンですけども、これをね、注意から少佐まで上げていきたいと思います。でこの後なんですけども、今連邦軍は地球上の拠点としてジャブロー、ベルファスト、そしてトリントン基地と持っているんですけども、まず最初の攻略目標はハワイ、その次を北京と設定していきたいので、
ジャブローにいるヤザンは一度ですね、最前線トリントン基地に転任してもらいます。そこでしっかり功績を稼いで、まずはタイへと昇進を果たしてもらいたいと思います。今持っているのはジャブロー、トリントン、そしてベルファストなので、まずはハワイ攻略のためにトリントン基地から出撃、そこにヤザンを移動させます。まずそのあたり操作しておきます。軍団の再編ですね。では軍団の再編の途中ですけども、1ターン進めていきたいと思います。作戦としてはトリントン基地からハワイ、ハワイから北京へと、ヤザンは最前線を転戦してもらおうと思います。作戦の完成を待つのもいいが、それだけでジオン軍の侵攻を防ぎきることができるのですかな。奴らは慣れない地上の戦闘で疲弊しています。警戒の手薄なマドラス基地、四方を海に囲まれたハワイ基地ならば奪還も不可能でないはず。ぜひ検討していただきたい。はい、ここでハワイとマドラスの両基地の攻略作戦提案が来ています。ご説明してきた通り、まずハワイの、ね、攻略戦から行っていきたいと思います。早速作戦ですね、攻略作戦ハワイを発動します。偵察部隊の設立が来てましたけども、先にハワイの攻略作戦から発動していきましょう。進行ルートを表示します。進行ルートは2つ、トリントンからハワイへ、2つともルートを使っていきます。攻略作戦案を設定してください。ニューギニア経由ルート、そしてフィジー経由ルート、2つ使います。我が軍はこれよりハワイ攻略作戦を開始。太平洋の中心に位置するハワイを制圧することができれば、ジオン軍の行動を大きく制限することができる。諸君らの健闘に期待する。では早速ハワイに向けてトリントン基地から部隊を送り込んでいきましょう。今回使う部隊ですね、まず第4軍公園です。ここは潜水艦部隊で固めてあります。でもう一つ大注目のヤザンがいるのが第9軍ライアーになります。ここにはヤザンがフライマンタに搭乗済みという状態です。ではここから動かしていきましょう。まず公園の部隊から動かしましょう。到着までに4ターンかかりますね。ちなみに横断ルートだと3ターンか。どっちがいいかっていうのは、できるだけ早く到着した方がもちろんいいですからね。もう一度確認していきます。3ターン2ターンになるんだな。であれば3ターン3ターンで到着するルートを選びましょう。そうすれば同時にね、到着できますからね。公園の部隊もこのターンでハワイに向かってもらいます。これで3ターン後同時にヤザンのいるライアーの部隊と公園の部隊が突入できるという状態を演出できました。新兵器の開発はコアファイターも今回で投入します。あとはセーバーフィッシュも入れましょう。開発部より報告します。モビルスーツのコアユニットとして開発を進めていた多目的戦闘機のコアファイターが完成しました。この機体の完成によってようやくモビルスーツの開発を本格的に開始することができます。 V 作戦は順調に進んでいるようだな。だが時は一刻を争う。できる限りモビルスーツの完成を急いでくれ。了解しております。お任せください。レヴィル将軍、 V 作戦によってモビルスーツが完成したとしても、ルームで失った宇宙艦隊の再建を果たさねば
我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ウィンソンを提案します。計画の承認をお願いします。作戦本部より補給部隊の設立が提案されました。部隊の設立をご検討ください。アナハイム社から通信です。回線を回します。我が社は友好関係にある地軍に協力するためモビルスーツ開発の分野で協力することを決定しました。今後とも我が社よろしくお願いします。はい、いろいろ入りましたね。まずはコアファイターが完成しています。なのでこの後モビルスーツ、まあ、ガンタンクが最初だと思いますけども、このガンタンクの、ね、開発に早速着手をしていきたいと思っています。開発部より開発提案報告が届いています。ご覧になります。早速ガンタンクの開発が来てますね。これを開発していきましょう。その他作戦ではまずビンソン計画来てましたので、このビンソン計画もね、もう早々にやってしまいましょう。了解しました。でアナハイムからはモビルスーツの開発経験値毎ターン1供給してくれるという情報も入ってますし、順調にね反攻作戦進められるかなと思います。では早速ガンタンクの研究入れちゃいましょう。その他はですね、主にモビルスーツと基礎技術の研究を中心に行っていきます。ハワイに部隊が到着しました。ではハワイにライアーとコウエンの部隊到着してますので、皆さんに活躍してもらいたいと思います。まずは敵の配置もねしっかり確認して、あとヤザンが撃破されないようにっていうのを、一番の注意として払っておきたいと思います。モビルスーツはザクが配備されていると、ドップもいそうですね。マゼラドップもいそうです。まあ、こちらは潜水艦とミリアで編成してますので、まあ、敵の拠点まで一気に進んでいって撃破していくという形ですかね。ヤザンはここにいますね。ヤザンが撃破されると元も子もないので、ヤザンが撃破されないっていうのと、ヤザンがしっかり経験値功績値これをね貯められるっていうのを一番重要なポイントと捉えてプレイの方を進めていきます。では特に作戦らしい作戦はありませんので、このままですね進んでいきましょう。ではまずマリンザクだと思うんですけども、短期で出てきてますので、これヤザンで撃破します。早速ヤザンがここでポイント稼ぎをするシチュエーションがやってきてるので、こういうところでしっかり稼がせてもらいましょう。でミデア部隊はですね、ハワイ本島の北から侵入して61式戦車を下ろしていきたいと思います。なんでザクマリンを撃破したフライマンタ部隊は島の南で敵を引きつけましょう。キャラクターが昇進するにはですね、まあ、軍団長から昇進の提案を受けなきゃいけないというのがあるので、ヤザンもねそのライアーとの相性というのがすごく重要になってくるんですけども、ヤザン自体ですね、相性のいいキャラクターというのがほとんどいないので、もうひたすら功績値を貯めることによって実績を持って昇進を果たしていくっていうね、ちょっとそういう形で頑張ってもらいたいと思います。ではミリア部隊を戦車を下ろすために本島に近づけていきます。まあ、ミリアがこの時点で落とされるような火力を持ったねジオン軍側のユニットというのもないと思うんですけども、念には念をということでしっかり
ミノフスキー粒子を散布しながら、進んでいきたいと思います。敵のゾップ隊はこういうところでもしっかりヤザンに稼ぎを取っていってもらいましょう。では戦車部隊も上陸しましたので、航空隊も敵基地の中心部に迫っていきましょう。ザクがいるのでザクだけは要注意ですね。ザクはできればどうだろう、61式戦車の2射程攻撃で仕留めたいですかね。そうすると被害が少なくて済むかなと思いますので、一応それを目標にやっていきましょう。なんとか2射程攻撃を当てるっていうね。できればこのターンでね、ハワイ攻略完了したいので、ゴリゴリ押していっちゃいましょう。今のところまだね、味方に被害は出ていませんので、順調と言えると思います。敵を発見した。情報。あとはザク、相手にどれだけ被害を抑えられるかですね。おぉ、ヤザンだ。悪い顔してますね。まあ、ここはヤザンにね、功績値をしっかり稼いでもらいます。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。これでザクは前期撃破できましたね。残っているのはマゼラアタックとあとは防衛砲台だけです。これも倒していっちゃいます。さあこれで削り切れるかどうかですね。ヤザンもフル稼働してくれてるので、ここで功績値を稼げれば大きいですね。俺は死神じゃない。まずは防衛要塞、これを撃破。また生き延びちまった。この防衛隊ですね、ここがね多分一番硬いと思うので、ここが追われればいけると思います。仕方ぐらい勉強しておけ。ここはマゼラアタックです。これも撃破。最後はシナプス艦長ですね。これで漏洩要塞も撃破して、ハワイ1ターンで攻略完了になります。勝ったか。だが状況がどう変化するかわからん。全てはこれからだ。まずはハワイですね。奇襲的に攻撃を仕掛けて、ここを奪還することができました。で、奪還した後は前回ジオン編の反省点を生かしてしっかりですね、内政も行っておきたいと思います。なんとか勝てたようですが、この戦いで多くの兵士を失いました。どのような犠牲を払ってでも我が軍はジオンに屈するわけにはいかんのだ。はい、陸軍が負け続けたとあってはレベルに笑われてしまう。何としても勝たねばならんのだ。連邦軍は今次大戦において初めての勝利を収めた。戦略的価値の低い地方基地での小さな勝利ではあったが、開戦以来敗戦を重ねてきた連邦軍にとってこの勝利はかけがえのない大きな勝利でもあった。無理な領土拡大が仇となったようだな。確かにジオンのモビルスーツは優秀だが、全ての戦線を支えるには数が少なすぎるようですな。うん、わずかずつだが戦線は好転しつつある。モビルスーツの量産が実現すれば我が軍の勝利も見えてくるでしょう。それまでは何としても持ちこたえねばならんな。現状の戦力でも戦線を支えるくらいはできます。厳しい戦いになるな。報告します。ジオンの前線基地を奪還したことによって我が軍は東アジア最大の拠点北京基地への進行ルートを確保しました。北京基地の攻略をご検討ください。はい、ではハワイに続いて北京の攻略作戦提案来ましたので、冒頭でお話した通りトリントンからハワイ、ハワイから北京というね、作戦を継続していきたいと思います。
もう月面都市と外交を行っておいたのでその成果が出そうですね。我々月都市は友好関係にある機群に協力するため経済支援を行うことを決定しました。はい、では今回はハワイ攻略戦行いましたのでここまでにさせていただいてですね、次回は北京攻略戦へとさらに作戦を進めていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。ヤザンもね頑張ってもらいたいと思います。